NBA 史上最高の選手、マイケル・ジョーダン。その男は1990年代にブルズで2度の3連覇を成し遂げ、NBA の伝説となりました。しかし、ジョーダンという一つの時代を支配した勝者がいる以上、当然その壁に阻まれ、破れ去っていった敗者も存在します。ということで、今回はジョーダンさえいなければ、栄光をつかめていたであろう選手をランキング形式で紹介していこうと思います。第5位、クライド・ドレクスラー。1980年代と90年代に活躍した歴代屈指のシューティングガード、クライド・ドレクスラー。最大の持ち味である滞空時間の長い美しいダンクは、クライド・ザ・グライドと呼ばれていました。そんなドレクスラーですが、ジョーダンとはポジションが同じで、年齢も近く、プレイスタイルも似ていたため、常に比較され続けてきました。ドレクスラーも歴代のシューティングガードの中でトップ5に入るほどのプレイヤーでしたが、当然ジョーダンと比べられてはその実績も霞んでしまいます。そういう意味で、ドレクスラーはジョーダンの影に隠れ、スポットライトを浴びることができなかった存在と言っていいでしょう。ジョーダンとドレクスラーのキャリアを振り返ると、まず最初に着目すべき点は、二人のドラフトについてです。1983年、ドレクスラーはブレイザーズから全体14位で指名を受けました。続いて翌年の1984年のドラフト、ブレイザーズは全体2位指名権を持っていましたが、ジョーダンの指名を見送り、ビッグマンのサム・ブーイを指名したのです。サム・ブーイ自体が悪い選手だったわけではありませんが、ジョーダンを逃したということで、このブレイザーズの指名はドラフト史上最悪の失敗の一つだと言われています。そして、ブレイザーズがジョーダンを指名しなかったのは、前年に同じポジションのドレクスラーを獲得していたということも影響していました。このことは二人のキャリアを語る上で非常に興味深い事実だと思います。その後、それぞれ別のチームでキャリアを歩んだドレクスラーとジョーダンですが、キャリア序盤ではウエストにはレイカーズ、イーストにはセルティクスやピストンズという強豪がいたため、共にプレイオフでは結果を残すことができていませんでした。そんな中、ドレクスラーの方がジョーダンよりも先にファイナルの舞台にたどり着きます。1989-90 シーズン、ブレイザーズはウエストのトーナメントを勝ち上がり、ファイナルへ進出。しかし、ファイナルでは2連覇を果たすことになるピストンズに1勝4敗で敗れてしまいました。続く1990-91 シーズン、今度はジョーダンのいるブルズがファイナル進出を果たし、レイカーズを4勝1敗で破って初優勝を果たしました。そして1991-92 シーズン、ブルズとブレイザーズはそれぞれファイナルまで勝ち上がり、ジョーダンとドレクスラーというリーグ屈指のシューティングガード同士の頂上決戦が実現することになったのです。当時、得点王やシーズン MVP 獲得経験があり、前年には優勝も果たしているジョーダンの方が実績的にはドレクスラーよりも上でしたが、メディアでは二人の実力は互角だとも言われていました。そして、ファイナルが始まると、シリーズは白熱した内容となり、ゲーム4終了時点で2勝2敗のタイとなります。ただ、そこから勝負強さを見せたのはブルズであり、ゲーム5とゲーム6で連勝してブレイザーズを退け、2連覇を達成しました。このファイナルで、ドレクスラーは平均 24.8 得点を挙げましたが、ジョーダンはそれをはるかに上回る平均 35.8 得点をマークしており、ドレクスラーは選手として力の差を見せつけられた形となりました。そしてこのファイナルでの敗戦以降、ブレイザーズは崩壊へと向かい始め、ドレクスラーもチームを去ることになったのです。もしこのままキャリアが終わっていれば、ドレクスラーはジョーダンに優勝阻まれた選手の代表格となっていたと思います。しかし、ドレクスラーはかろうじて移籍先のロケッツで優勝を果たすことができたため、無冠のままキャリアを終わらずに済んだのでした。第4位、レジー・ミラー。ミラータイムでインディアナを熱狂させた歴代屈指のクラッチシューター、レジー・ミラー。ミラーの所属するペーサーズとジョーダンのいるブルズは同じカンファレンスだったため、二人は長期間にわたってしのぎを削り合った関係です。そして、ミラーもジョーダンも共に当時のリーグの中で最悪レベルのトラッシュトーカーだったため、二人は戦うたびに相当汚い言葉で罵り合っていたそうです。実際、1993年のレギュラーシーズンの試合では、ミラーとジョーダンは掴み合いの乱闘をしており、この時にはミラーが退場処分を受けました。そのように、激しくやり合うライバル関係にあった二人ですが、プレイオフではなかなか対戦する機会がありませんでした。しかし、ジョーダンにとってのラストダンスとなった1997-98 シーズン、プレイオフのカンファレンスファイナルでついにブルズとペーサーズの対決は実現します。そして、ジョーダンとミラーのプレイオフにおける最初で最後のマッチアップとなったこのシリーズは、NBA 史に残る激闘となりました。まず、ゲーム1とゲーム2ではブルズがホームコートアドバンテージを守り2連勝。続くゲーム3ではインディアナのファンの後押しを受けてペーサーズがシリーズ初勝利をつかみます。そしてゲーム4、第4クォーター、ブルズが1点リードで残り時間 2.9 秒。
ミラーの3ポイントが決まり、ペイサーズが逆転勝利でシリーズを2勝2敗のタイに戻しました。その後、ゲーム5ではブルズ、ゲーム6ではペイサーズがそれぞれ勝利し、シリーズは最終ゲーム7へともつれ込みます。ちなみに、ブルズが2度の3連覇を果たした6年の中で、第7戦まで戦ったのはこれが2度目であり、1992年のニックスとのシリーズ以来の出来事でした。そして、ゲーム7は最終決戦にふさわしい激闘となり、接戦のまま第4クォーターに突入します。ペイサーズは第4クォーターに一時リードを奪う時間帯もあったものの、クラッチタイムでブルズが勝負強さを発揮し、ペイサーズは惜しくも敗れたのでした。こうしてミラーとペイサーズはジョーダンとブルズの壁に阻まれ、ファイナル進出を逃したのです。その後、ジョーダンが引退したこともあり、2000年にペイサーズはついにファイナル進出を果たし、ミラーも34歳にして初めてファイナルの舞台に立ちましたが、そこではシャック&コービー擁するレイカーズに敗れ、優勝はなりませんでした。そして2005年、ミラーは引退を表明し、一度も頂点に立てぬままキャリアに幕を下ろしたのです。デビューから18シーズン、ペイサーズ一筋でプレーしたミラー。最後までチーム愛を貫いたミラーのような選手が優勝できなかったのは、本当に残念なことだと思います。もし、ジョーダンがいなければ、ミラーのキャリアはもっと報われるものになっていたのではないでしょうか。第3位、チャールズ・バークレー。198センチの身長ながら、屈強な肉体と高い身体能力を生かしてインサイドを支配した歴代屈指のパワーフォワード、チャールズ・バークレー。そんなバークレーはジョーダンとドラフト同期であり、試合では激しいバトルを繰り広げるライバルとして、そしてプライベートでは親友としての関係を築いてきました。1984年のドラフト、全体3位で指名されたジョーダンに続いて、バークレーは全体5位でシクサーズから指名を受けます。当時、シクサーズはジュリアス・アービングやモーゼス・マローンといったスター選手が所属しており、1年前にリーグ優勝を果たしたばかりでした。そんな強豪チームでバークレーはルーキーシーズンからスターターに定着し、82試合にフル出場します。その後、バークレーは2年目には平均得点を20点台に乗せると、3年目にはオールスターに初選出され、平均 14.3 リバウンドを記録してリバウンドに輝くなど若くしてスター選手となりました。この頃にはジュリアス・アービングやモーゼス・マローンといった選手は年齢的な衰えもあって引退や移籍でチームを去っており、シクサーズのエースは完全にバークレーとなっていました。そしてバークレー率いるシクサーズとジョーダンのいるブルズは1990年と91年に2年続けてプレーオフのカンファレンスセミファイナルで激突します。これらのシリーズ、バークレーは一人気を吐いたものの、ブルズの方が選手層が厚かったこともあり、シクサーズは2年続けて1勝4敗で敗れました。この敗戦も影響してか、バークレーはこのままシクサーズにいても優勝できないと悟り、トレードを要求して1992年にサンズへ移籍しました。移籍1年目の1992-93シーズン、バークレーはキャリア最高のシーズンを送ります。平均 25.6 得点、12.2 リバウンドというスタッツを残したバークレーは、サンズをチーム史上最高、そしてリーグトップとなる62勝20敗の成績へと導き、シーズン MVP も受賞します。そしてサンズはプレーオフでもファイナル進出を果たしますが、そこで相対したのが3連覇を目指すブルズでした。このシリーズは1992年にバルセロナオリンピックでドリームチームが登場した翌年のファイナルであり、バークレー対ジョーダンというドラフト同期の親友対決が実現したこともあって、世界中から大きな注目が集まりました。迎えたゲーム1、ファイナル経験のない選手が多いサンズは初戦で緊張したのか、序盤からブルズに圧倒され、ホームでの試合を落としてしまいます。ゲーム2ではサンズは調子を取り戻し、バークレーが42得点13リバウンドの活躍を見せましたが、対するブルズもジョーダンが42得点12リバウンド9アシストというスタッツを残し、ブルズが接戦を制しました。ホームで2連敗と最悪なスタートを切ってしまったサンズですが、ゲーム3ではトリプルオーバータイムまでもつれた死闘を制し、ファイナル初勝利をつかみます。そしてゲーム4、この試合は両チームのエースが大活躍する展開となりました。このゲームに勝ってシリーズを2勝2敗のタイに戻したいサンズは、バークレーが32得点12リバウンド10アシストとトリプルダブルを記録。しかしブルズはジョーダンがファイナル歴代2位となる55得点を挙げてチームを勝利へ導き、ブルズが3勝1敗と3連覇に王手をかけました。追い詰められたサンズはシカゴで行われたゲーム5でなんとか勝利をつかみ、ブルズのホームでの優勝を阻んだものの、続くゲーム6、試合は残り1分を切ってサンズが4点のリードを奪っていましたが、ジョーダンがリバウンドを取ってからのコースト2コーストでレイアップを決め、点差を2点に縮めます。そして残り14秒からのブルズのポゼッション、ジョン・パクソンの3でブルズが土壇場で逆転に成功しました。そしてこのショットがゲームウィナーとなり、ブルズは勝利し3連覇を達成したのです。
このシリーズ、ファイナル MVP に輝いたジョーダンは6試合中4試合で40得点以上をマークしており、シリーズ平均41得点はファイナル史上最高の記録でした。一方、バークレーもシリーズ平均 27.3 得点、13リバウンドという十分素晴らしいスタッツを残しましたが、後のインタビューで、この時初めて自分より優れたプレイヤーがいるのだと悟った、と話しており、ジョーダンとの対決は完敗だったことを認めています。その後、ジョーダンが引退したことで、バークレーとサンズには優勝のチャンスが巡ってきましたが、1994年と95年にサンズは2年続けてカンファレンスセミファイナルでオラジワン率いるロケッツに第7戦の末に敗退しました。1996年、バークレーは優勝を求めてロケッツへ移籍、オラジワンとドレクスラーとチームメイトとなりましたが、3人ともすでに30代中盤で全盛期を過ぎていたため、ファイナルに進むことはできませんでした。そして2000年、バークレーは現役を引退し、一度もチャンピオンシップを勝ち取れぬままキャリアを終えました。人気実力を兼ね備えた90年代を代表するスター選手だったバークレー。ジョーダンさえいなければ、バークレーは少なくとも一度は優勝できていたのではないかと思います。第2位、パトリック・ユーイング。ニックスで活躍した90年代を代表するセンター、パトリック・ユーイング。そんなユーイングは回数だけで言えば、最も多くジョーダンの壁に阻まれた選手かもしれません。まず、ジョーダンとユーイングの因縁は、プロ入り前の大学時代からすでに始まっていました。1982年の NCAA トーナメント決勝戦。ジョーダンのいるノースカロライナ大学とユーイングのいるジョージタウン大学が激突します。当時、二人は共に大学1年生でした。そして、試合はユーイングのいるジョージタウン大学が終盤に1点のリードを奪っていましたが、試合時間残り20秒を切った場面。このジョーダンのショットがゲームウィナーとなり、ノースカロライナ大学が優勝を果たしたのでした。そして、プロ入り後もジョーダンとユーイングは何度も熾烈な戦いを繰り広げることになります。ジョーダンのプロ入りから遅れること1年、1985年のドラフトでユーイングは全体1位指名を受けてニックスに加入しました。ユーイングが加わったことでニックスはプレーオフチームとなりましたが、優勝争いに加われるような存在ではなく、ジョーダンのいるブルズとも1989年と91年にプレーオフで対戦しますが、二度とも前線できずに敗れてしまいました。しかし1991-92 シーズン、ニックスのヘッドコーチにパッド・ライリーが就任したことで状況は変わります。ライリーは1980年代のレイカーズでショータイムバスケットを指揮していましたが、ニックスではレイカーズとは正反対の激しいディフェンスを武器とするチームを作り上げていきました。そして、1992年のプレーオフ、カンファレンスセミファイナル、第4シードのニックスは2連覇を目指す第1シードのブルズ相手に大健闘するのです。このシリーズ、ニックスはバッドボーイズピストンズを彷彿とさせるようなディフェンスでブルズとジョーダンを苦しめ、勝負は最終ゲーム7までもつれ込みます。しかし、そのゲーム7ではジョーダンが42得点を挙げる活躍を見せ、ブルズが29点差をつけて大勝したのでした。こうして3勝4敗で惜しくも敗退したニックスですが、続く1992-93シーズン、イーストトップの60勝22敗を挙げ、第1シードでプレーオフに臨みます。そしてカンファレンスファイナル、ニックスは3連覇を狙うブルズと再び対決することになりました。まず、ニューヨークで行われたゲーム1とゲーム2、ニックスはジョーダンをフィールドゴール 30% 台に抑え込むことに成功し、ホームで2連勝と幸先のいいスタートを切りました。その後、会場シカゴに移したゲーム3でもジョーダンはフィールドゴール 16.7% と絶不調でしたが、ブルズはピッペンがゲームハイの29得点を挙げてチームを勝利へ導きます。続くゲーム4、ここまで不調だったジョーダンがついに目覚め、54得点を記録し、ニックスは敗れました。そして勝った方がシリーズに王手をかけることになる重要なゲーム5。試合は終盤までもつれる接戦となりますが、ブルズは4連続ブロックでリードを守りきり、勝利をつかみました。その後、ゲーム6でもブルズが勝利し、ニックスは2連勝からの4連敗でファイナル進出を逃したのです。このように、ジョーダンとブルズの壁に阻まれ続けたユーイングとニックスですが、ジョーダンが引退したことで1994年、ついに悲願のファイナル進出を果たします。しかし、ニックスはファイナルでオラジワン率いるロケッツ相手に3勝4敗で惜しくも敗れたのでした。その後、ジョーダンがリーグに復帰し、ブルズが当時歴代最高となる72勝10敗を記録した1995-96シーズン、プレイオフのカンファレンスセミファイナルでブルズとニックスは再び対戦することになります。しかし、このシリーズではシーズン最多勝を達成したブルズに圧倒され、ニックスは1勝4敗で敗れたのでした。
これ以降、30代中盤となったユーイングは怪我による欠場が多くなり、1999年にニックスがファイナル進出を果たしましたが、その時もユーイングは怪我で出場できず、ニックスはスパーズに敗れたのです。そして2000年、怪我と年齢的な衰えでパフォーマンスの落ちていたユーイングをニックスはトレードで放出。その後、ユーイングはマジックでプレーした2001-2シーズンを最後に現役を引退しました。こうして、ニックスで一度も優勝を果たせず、そして最後には忠誠を尽くしてきたチームから追い出されるという悲しいキャリアをたどったユーイング。そんなユーイングは合計5回プレーオフでジョーダンのいるブルズと戦い、それら全てのシリーズで敗れました。もしジョーダンがいなければ、ユーイングは複数回ニックスを優勝へ導き、チーム史上最も偉大なプレイヤーとしてニックスでキャリアを終えていたのではないでしょうか。第1位、ジョン・ストックトン、カール・マローン。1980年代から90年代にかけて強豪時代のジャズを支えた名コンビ、ストックトンとマローン。ジョーダンが出場した最後の2回のファイナルで戦った相手がジャズだったということもあり、ストックトンとマローンはジョーダンに優勝を阻まれた選手として最も強くファンの記憶に刻まれている存在ではないでしょうか。1984年、ジョーダンがドラフトされたのと同じ年にストックトンはジャズに加入、続く1985年にマローンもチームに加わります。そしてストックトンとマローンの成長によって、ジャズは90年代に入る頃には毎年50勝以上を記録するリーグ屈指の強豪となっていました。しかしジャズは92年、94年、96年と3度カンファレンスファイナルまで進出しながら、いずれも敗れるなど、なかなかファイナルに勝ち進むことができませんでした。そして1996-97シーズンを迎える時点で、ストックトンは34歳、マローも33歳となっており、もうジャズに優勝するチャンスはないという人もいました。しかしジャズの選手たちは諦めませんでした。96-97シーズン、ジャズはチーム史上最高の64勝18敗を記録し、マローンはシーズン MVP を受賞。そしてジャズはプレーオフでもついにファイナル進出を果たし、王者ブルズに挑むことになりました。迎えたファイナル、ゲーム1とゲーム2でホームのブルズが連勝しますが、ジャズもホームで行われたゲーム3とゲーム4で勝利し、シリーズをタイに戻します。そして勝った方が優勝に王手をかけるゲーム5。この試合はフルゲームと呼ばれており、ジョーダンが体調を崩していたにもかかわらず38得点を挙げる活躍を見せ、ブルズを勝利へ導きました。そしてブルズが王手をかけて迎えたゲーム6、試合は接戦となり、第4クォーター残り30秒を切って同点の場面でブルズのポゼッション。ジョーダンのパスを受けたスティーブ・カーのショットが決まり、これがゲームウィナーとなってブルズが2連覇を達成しました。こうして惜しくも敗れたジャズですが、チャンピオンリング獲得の夢を諦めず、翌年もファイナルへ進出し、再びブルズとの頂上決戦に挑むことになります。迎えたゲーム1、ホームのジャズがオーバータイムまでもつれた試合を制します。続くゲーム2はブルズが取り返し、シリーズを1勝1敗のタイとします。そしてゲーム3ではホームのシカゴに戻ったブルズが強力なディフェンスでジャズをシャットアウト、96-54とブルズがジャズに大勝しました。そしてブルズはゲーム4でも勝利をつかみ、2度目の3連覇へ王手をかけます。追い詰められたジャズですが、ゲーム5ではマローンが39得点の大活躍でジャズを勝利へ導きました。この時点でまだブルズが3勝2敗とリードはしていたものの、ゲーム6とゲーム7の開催地はジャズのホーム。そしてここへ来てブルズの選手たちは3年連続でファイナルを戦ってきた疲れが確実に体にダメージを与えており、スコッティ・ピッペンは背中の痛みを悪化させ、ゲーム6ではコートに立っているのがやっとの状況でした。そのため、もしゲーム6でジャズが勝っていれば、ゲーム7を制して優勝していたのはジャズだったかもしれません。しかしゲーム6の最終盤、ジャズが1点リードの場面。ジョーダンのラストショットでブルズが勝ち越します。その後、逆転の望みを託したストックトンのショットが外れ、ジャズは敗れたのでした。こうして2年連続で惜しくもブルズの前に散ったジャズ。この後、ジャズは主力選手の衰えで競争力を失ってゆき、再びファイナルの舞台に戻ることはありませんでした。そしてストックトンは2003年に引退、マローンは最後にチャンピオンリングを求めてレイカーズへ移籍しましたが、結局優勝には届かず2005年に引退を表明しました。というように、共に無冠のままキャリアを終えたストックトンとマローン、2人はジャズで18シーズンチームメイトとしてプレーしました。 NBA の歴史を見渡してもこの2選手ほど長い期間にわたり高いレベルでプレーし続けたコンビはほとんどいないのではないでしょうか。それだけに、そのレガシーに一度だけでも優勝を加えることができなかったのは本当に残念なことです。もしジョーダンさえいなければ、ストックトンとマローンのキャリアはもっと輝かしいものになっていたことでしょう。
ということで、今回の動画は以上です。さようなら。